FM とつかをお聞きの皆さん、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。5月5日火曜日、子どもの日。今日も3回の放送、鯉のぼりを思い出しながらお届けしていこうと思っています。このところ鯉のぼりを見る機会もあまりたくさんないのですが、お母さんが、義理のお母さんが引っ越しました。その施設のすぐ前には大きなお寺、泉区の中殿寺というお寺ですが、大きな鯉のぼりが泳いでいました。5月5日鯉のぼりの日、子どもの日、どのように皆様お過ごしでしょうか。お孫さんと会えましたか。お電話がかかってきたでしょうか。メールが届いたでしょうか。皆様からお孫さんたちにお祝いのお電話をかけたのでしょうかね。子どもの日の今日、どうぞハグザライフ命を抱きしめよう、年をとっても安心して住めるまちづくりを目指して、介護医療の問題を中心に据えてお届けするこの番組、お孫さんと一緒に聞いていただけたら一層嬉しいです。今日のメインコーナーは、5月に入りました、その義理のお母さん、引っ越しを決意したお母さんの引っ越し珍道中。お母さんがこの番組の中でインタビューも OK だよって言ってくれたのでね、お母さんの声も少しだけお届けしながら、大きな施設から小さな施設に引っ越すことを自分の意思で決めた、87歳昭和2年11月3日生まれのお母さんのことお伝えしていきます。大変なエネルギーが必要でしたこの引っ越し、でもこのこともできることなんだなということ、新しい環境、慣れるまでは大変だという話もよく聞きますが、自分の意思で新しい場所に出ていくという、新しい人たちとの関係を作っていこう、今までのところは自分には合わなかったと思い、そして行動を取ることができるということ、これも可能なんだということをね、皆様にもお届けしたく、等身大の介護をする身のあゆらやよいがお届けしていこうと思っています。そして今日も4曲をお届けできたらいいなと思いながら、ラジオネームチャモンさん、このねイントネーションがちょっと難しいので、どのようなイントネーションでお伝えしたらいいのか、ぜひともまたメッセージくださいね。茶摘みのリクエストといいますか、メッセージの中にね、夏も近づく88夜トントンといただきました。5月2日が88夜でありました。懐かしい茶摘みも皆様に聞いていただきながら、そして先週のクイズの答え、ザ・ビートルズの答え合わせもしていきます。正解が北の国から届いていますよ。茶摘みの茶門さんは静岡からです。この地元戸塚からだけではなく、さまざまなところからメッセージをいただけること本当に幸せです。それでは今日もハグザライフ命を抱きしめよう、
4社の皆様に支えていただきながらスタートします。この番組は何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探しハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、以上4社の提供でお送りします。それでは5月5日子どもの日の今日の1曲目はこの曲です。2つある鯉のぼりというタイトルの歌、一つは文部省唱歌でイラカの波とのあれです。そして今日お届けするのはもう一つの歌、近藤美也子作詞。この近藤美也子さんはチューリップも作詞していらっしゃる方です。そして絵本唱歌作曲となっています。屋根より高い鯉のぼりお届けしていきますね。若草児童合唱団、そして後藤秀則です。若草児童合唱団、そして後藤秀則くんの鯉のぼりお届けしました。それでは今日のメインコーナー、私の義理のお母さん、新潟出身、昭和2年11月3日生まれ、87歳、介護2のお母さんです。自分で杖を使わずに歩くことはとても難しくて、家の中だと杖で、そして外は押し車で、近くまでだったら歩くことができるのです。でもこの頃は一緒に買い物に行っても本当に1分歩くともう疲れて、その押し車、椅子もついてるような今、たくさんの方たちがね使っているあの押し車なんですが、そこにこう座って休憩してというお母さんであります。そのお母さんが引っ越しを決めた、その引っ越し珍道中をお届けしていこうと思っています。お母さんが引っ越したのは大きな施設、100人規模の大きな介護施設、有料老人ホームから20人の方たちが今は住んでいる小さな施設、有料老人ホームへです。もともとは新潟の介護施設にお父さんが亡くなった後、一人ぼっちで田舎の大きな家に住むことの不安があって、でも二人の息子のうちの長男が私の夫であるわけなんですが、横浜に行っても友達はいないし、この友達がたくさんいる気心知れた田舎、新潟の田舎で暮らしていきたいということでね、その施設に入ることを決め、7年お母さんは新潟の施設にいました。でも4年前2011年のそうです、震災の直後4月のことでしたがね、
こちらに引っ越しすることを決めました、少し前からそのような相談があり、お母さんが一度こちらに来て自分で自分のこれから住む場所を体験したり見たりすることがとっても大切だと思ったんですが、何せ足が悪くてということで、夫と私と探しながら情報を集めて、その大きな施設に入居することを決めて、お母さんは引っ越してきたわけです。まだその時はこのハグザライフ、命を抱きしめようをスタートしていなかったのでね、私も今だったらというふうに思うことがたくさんあるんですけれどもね、ここがいいかな、お母さんにはと思いながら決めたその施設、そこに4年いたお母さんですが、やっぱり嫌だと周期的にその思いが起こって、とうとう何度か目のその気持ちの変化の時に引っ越しすることを決めました。お花見に行ってオカメ桜を見たその日の午後に、お母さんはこの引っ越しを決意したわけです。もちろんその引っ越しには全面的に私たち家族が協力をしました。引っ越しの前日、もちろんその前に新しい小さな施設の契約も済ませ、お母さんも1年前に実はその小さな施設には体験のショートステイをしたんですね。その時に引っ越すことを一度は決めていたんですが、やっぱりやめた後大どんでん返しが起こり、1年越しの引っ越しとなったわけです。契約を済ませて、お母さんも一緒に契約の場に行って、施設長さんにお会いして契約書を交わし、引っ越しの手順を決めて、引っ越しの日を決めてという段取りでした。でも今回は決めた後は本当に早かったです。引っ越しの前の日にはたくさんのその荷物を整理する仕事があります。 お母さんの2人の息子、私の夫でもある長男と、そして次男は名古屋から駆けつけて、さらにお母さんにとっては孫、私の息子と私と4人と、そしてお母さんとで片付けをしました。これが大変でしたね。引っ越し業者さんからの段ボールに詰めて、そしてその翌日が引っ越しでありました。ちょっと雨模様の日でしたけれどもね、もちろんその日しか私たちには日にちがなく、パラパラという感じだったのでね、この引っ越しも朝9時から3時ぐらいまでかかったでしょうかね。ただとっても大変だったのが、その足の悪いお母さんをまず新しい引っ越し先の小さな施設まで連れて行って、何もない部屋にまずお母さんにいてもらって、私はもう一度戻って前の施設からの荷物を引っ越し業者さんとともに積み込んで、そしてまた新しいところで早めに着いて引っ越し屋さんの荷物を待つという、そんな段取りでありました。引っ越しの荷物がほぼ片付き、段ボールはまだ少し積まれてある状態だったんですけれども、3時過ぎからケアマネージャーさんにも来ていただきました。今までの大きな施設は内部にケアマネージャーさんがいらっしゃって、でも今度の施設は外部からケアマネージャーさんを頼んでですね、施設のスタッフの方と
そしてケアマネージャーさんとお母さんと夫と私とみんなでお母さんを囲みながら、これからのさまざまな細かいことについて話し合いをしました。これがとっても良かったです。私も安心でありました。またこのケアマネージャーさんとの打ち合わせのこと、ケアマネージャーさんにもインタビューをさせていただきながらね、お伝えしていこうと思っています。大きな施設に4年いたわけですが、お母さんに、お母さん、前の施設はどのぐらいいたんだっけって聞いたところね、びっくりする答えが返ってきました。半年ぐらいかなですって。4年いたわけですが、お母さんにとってはさまざまな苦しい思いなどがあり、気持ちとしてはゆっくりと過ごせなかった。だからそれは半年というふうに映ったのかもしれないなと思いました。新潟には正しい情報の7年とお母さんの口から出てきたものですからね、お母さんにとっては相性の合うことが難しかった前の大きな施設だったのかなと今更ながら思います。新しい施設、住宅型有料老人ホーム、まあ、この施設も施設長さんやスタッフの方にもぜひともインタビューさせていただきね、お名前もお届けしながら母の今の暮らしぶりも伝えていただけたらなというふうに思います。住宅型の有料老人ホームなので、とてもですね、ある意味で自由が利くという感じが私は2つの施設を比べて感じたところであります。もしお母さんが他の施設のデイサービスに行きたいと言っても、ここは住宅型、つまりお母さんのお家があるというふうにこう考えていいわけなので、迎えに来てもらって別の場所のデイサービスを受けることだって可能だと、自分のところの施設の中にあるさまざまなレクリエーションだけではなく外でのものも可能だということであります。周りが建物の高いものがない場所にあって、畑も近くにあります。新潟の田舎で田んぼや畑やぶどうを作っていたお母さんですから、とってもそれが懐かしい感じがして嬉しいようです。野菜もその軒先で売っているんですよ。私も見学などに行った時にカブとほうれん草をカゴの中に100円とか150円を入れてね、そこからほうれん草1羽、カブ1羽を、受け取って食べたということであります。この住宅型有料老人ホームはこのようにそのチラシに書かれてあります。一般に有料老人ホームは公立運営のため大規模なものが主流ですが、これは20世紀の大量生産大量販売の名残で、これからの時代が求められるものではありません。お母さんは小さな20人ぐらいの今は住んでらっしゃるこの施設に移りました。さあ、それではお母さんの声ちょっとだけ皆様にもお聞きいただこうと思います。引っ越しのその日の朝、まあ、前の日に荷物を片付けた後、お母さんは我が家に来て一晩泊まりました。そして次の日の朝、新しい施設にまずお母さんを乗せて連れていくという、この車の中でのインタビューです。それでは引っ越しの新しい場所に出発です。お母さんにとっては4回目の引っ越しですね。
実家から出て、結婚した新しいお家に行く。そして次は新潟の介護施設に引っ越して、そして横浜戸塚の介護施設に引っ越し、さらに今度は小さな施設。いいですよ、喋って。はい、いいです。あの、自分で服を作ったら、あの、なんだ、弥生さんにも一着作ってやってくんない？お金あったとお母さんが言ってくれました。大変だったなって思ってくれたみたいですね。引っ越しね、大変でしたもんね、おばあちゃん。引っ越し大変でしたね。はい、本当大変だった。お世話になってそんで私あんた方いるっすけ、これできたけど、子供のね、人どうしんだね。おばあちゃんはね、こう座っていて、みんなに任せて段ボールの中に詰めて、そして引っ越しです。でいいこと一つだかった、お金あったぞなあ。さあ、今日のメインコーナー、お母さんの引っ越し、どうぞ皆様の感想をお寄せくださいね。秘密のあっこちゃんがお手紙とともに届けてくれた CD、 大切な CD を大切に保管しながらお借りしています。海上自衛隊東京音楽隊、歌三宅ゆかり。この新しく出ました CD、ホープを貸していただきました。前回はこの中の一曲、希望をお届けしました。このアルバムタイトルでもあります曲をお届けしましたが、今日はもう一曲、まあ、全部聞きましてね、私はこれをぜひ皆様に聞いていただきたいと思いました。このアルバムの中にはたくさんの日本の心を映す叙情歌も歌われています、演奏されています。その中の一曲、今日はヤシの実をお届けしていこうと思っています。島崎藤村の作詞のヤシの実、この美しい詩を三宅ゆかりさんが歌っています。海上自衛隊東京音楽隊、秘密のあっこちゃんのお友達のお友達であるかなえちゃんもパーカッションでね、お写真も載っていて、そしてアルバムジャケットにもですね、演奏しているステージ上の写真が載っているんですが、その左端にもかなえちゃんが載っていて、あっこちゃんは嬉しくなったことを私に語ってくれました。この指揮者、川辺隊長から手塚隊長に指揮官が変わりました。新しい手塚隊長、指揮をなさっている手塚隊長、なんと神奈川出身なんですよ。関東学院大学経済学部卒業、神奈川県出身の手塚博之さん指揮、そしてソプラノが三宅ゆかりさん、岡山県出身です。それではヤシの実、秘密のあっこちゃんから貸していただいた CD の中からお届けします。海上自衛隊東京音楽隊、三宅ゆかり、ヤシの実、お届けしました。秘密のあっこちゃん、もう少し貸していてくださいね。それでは連続エッセイのコーナーです。今日は中村靖子さん、九州の福岡から MJ 記者、マザージャーナリスト記者の中村靖子さんが、お母さん業界新聞メール版に寄せてくださった村に託すをお伝えします。このお母さん業界新聞メール版は毎朝8時にパソコンや携帯電話のメールに届くもの。一日の始まりにお母さん業界新聞の
記者の方たちが子育てのこと、地域のことなどを書いてくれているエッセイ、介護と子育てってつながる共通項がいっぱいある感じが私はしています。ということで、お母さん業界新聞メール版をひも解きながら考えていただくきっかけをということで、この連続エッセイをお届けしています。さあ、村に何を託すのか。今日は年に一度の村のお祭り、春祭り、てんやわんやの大騒ぎ。パパは消防業務で朝からいない。一人で5歳、3歳、0歳を約束の時間までに公民館に連れて行くだけで一苦労。そこでご飯を食べさせ、トイレを済ませ、お祭り会場までみんなで歩いていくのだが、一人じゃできません。ここはどっぷりたっぷり甘えて、5歳ふーちゃんと3歳ゆうくちゃんは村の神様に守ってもらうよう頼んで、あとは村の人たちに丸投げ放流してきました放流面白いこの表現、安子さん目に浮かびますよ。続きます。時々友達と混じって笑っているふーちゃんが見えたり、その後を楽しそうに追っていくゆうくちゃんが見えたり、おじいちゃんに絡まれたり、おばあちゃんに危ないよと咎められたり、良い光景だ。中村やすこ。今日はお母さん業界新聞メール版から春祭りのその情景を村に託すと来たものです。安子さんのエッセイ、ふーちゃんにもゆうくちゃんにも、そして0歳のお子さんにも会いたいですね。今日の連続エッセイでした。それでは次のコーナーは戸塚区医師会メディカルセンターインフォメーション。5月は大久保先生、この番組のスポンサーでもあります大久保先生に長引く咳についてお話を聞いています。戸塚区医師会理事、大久保総合内科クリニック院長の大久保です。慢性に咳が続くと周りにうつるのではないかと心配ですね。数は少なくても見落としてはいけないのは結核です。県内でも毎年50人くらいの新しい患者さんの発生があり、手遅れになると命を落としかねないばかりか、周囲に感染が広がりますので責任重大です。発熱があるとか症状が強かったり2週間以上続いている場合は、まず胸のレントゲンを取ってもらいましょう。これにより肺炎や肺がんといった早急に治療を要するような病気も除くことができますし、非結核性好酸菌症のような慢性に経過する肺の病気を見つけることも可能となります。ただし、実は長引く咳で一番多いのはうつらない病気であることを覚えておくと良いでしょう。これはアレルギー性の咳で咳喘息と呼ばれることもあります。近年非常に増えており、黄砂や大気汚染の問題、空調の効いた閉鎖空間での生活とも関係があるようです。喉のかゆみや痰がらみなどの症状を伴いながら風邪をきっかけに発症したり、風邪を繰り返す原因となったりします。咳は夜間から早朝にかけてひどくなり、会話や運動、冷たい空気、香水などの弱い刺激で誘発されます。咳をすると皮膚をかき壊すように炎症を悪くして、ますます咳が止まらなくなるのは気道のじんましんという感じですが、このような気道の過敏性は花粉症のように特定のアレルギーで起こされているわけではないようです。喘息というと身構えてしまう方もいますが、厳密には気道の狭窄が見られるものを喘息と言っているので、そういう意味では喘息ではありませんし、喘息に進んでしまうことも少ないようです。治療は
喘息と異なり気管支拡張剤の効果はあまりありませんが、ステロイドの吸入薬と抗アレルギー薬の内服が有効です。人にうつる病気としてはよく百日咳やマイコプラズマが挙げられますが、抗生剤の不必要な過剰投与は正常な細菌の分布を変化させ環境を破壊してしまうという要素もありますので、適用はよく考える必要があります。また長くタバコを吸われている方はまずその影響も考えた方が良いでしょう。お便りコーナーです。今日もいただいています。まずはですね、よいジャイアンさんから。弥生様、ラジオ聞きましたよ。ハグともいいですね。遠くでも近くにいるようで楽しいです。トラ吉さん、いい話ありがとう。私も母をもっと大事にしたいと思います。こんな風にいただきましたよ。暑いから弥生さん、お酒飲みすぎないでねといただきました。蒸し暑いのが苦手な良いジャイアンさんからです。そして北野虎吉さんにリクエスト、虎吉さんへ郷ひろみ言えないよをリクエストしますといただきました。次週かその次にお届けしていきますね。さあ、その北野虎吉さんからのメッセージもご紹介していきます。弥生さん、こんばんは。母のことを思うと悔しかったり辛かったり、また自分の無力さが情けなかったり、子として介護をしなければならないのに父に申し訳なかったりと複雑な思いが渦巻きます。若い頃苦労ばかりして、まだまだ元気にこれからいろんなことをしたかったのに、できなくなった母の方が辛いはずだと思うと本当に残念で何とも言えません。しかしまだまだ自分は恵まれている方で、母が生きていてくれていることに感謝しなければと、いつも勝手に自分に言い聞かせています。この番組を聞かせていただくといろんなことが分かり、健康って大切でありがたいことだと感じながら、元気でいれることに感謝したり、また命の大切さを改めて感じたりと、本当にいい番組だなと聞けば聞くほどそう思います。それと弥生さんの声なのでしょうか、雰囲気なのでしょうか、きっと弥生さんの声と間なのでしょうね。本当に癒されます。 FM 戸塚6周年、この番組も6周年なのでしょうか、きっとそうなのでしょうね。いつまでもこの番組が続くことを祈りながら、北の大地から応援していますといただきました。ハグの番組はね、まだまだ6年ではないのですがね、これからも頑張っていきますね。北野虎吉さん、ありがとうございます。さあ、そして新しく今日はラジオネームチャモンさんからもいただいています。チャモンさんのメッセージ、この後茶摘みをお届けしていきますが、ぜひ流していただきたいです。この茶摘みには手遊びがあって、年配の方たちならきっと知っていらっしゃると思いますよ。どうぞお隣の方と、といただきました。まるでハグタイムのようにこの後お届けする茶摘み、ぜひともね、皆さん、あの手をね、パンパンパンですよね。みかんの花がもうね、有名な手遊びがありますけれどもね、どうぞ皆様お隣の方としてくださいね。さあ、チャモンさんは静岡の方でありますよ。そしてね、送っていただいたメッセージにその茶摘みのことが書かれてあったんです。それでね、今日はね、お届けしようと思ったんですよ。茶摘み、すぐ近くで茶摘みが行われているというね、メッセージいただいています。茶畑が色づいてきましたというメッセージですね。暖かいを通り越して暑いです。もうじき夏も近づく88夜トントンです、というふうにいただいたこの、チャモンさんからのメッセージをしっかりと受け止めて、この後茶摘みお届けしていきます。
これは文部省唱歌 NHK 東京児童合唱団の歌です。それではここからは直美さんの生き生きヒントのコーナーです。生き生きヒントのコーナーです。アシスタントの原田直美です。今日もハグザライフ、命を抱きしめよう、聞いていただいてありがとうございます。さて今日はエンジョイエイジングシリーズ第5回目、脳のアンチエイジングについてお話ししたいと思います。人間の脳、なんと140億個の細胞があって、この細胞同士が常に情報のやり取りをしています。この情報のやり取りは、年を取るごとに脳の神経細胞が減ってきたり、また脳が萎縮することで少しずつですがスピードが遅くなってきます。このやり取りのスピードが遅くなってくると、物忘れが多くなってきます。例えば知ってる人なのに名前が出てこない、物の名前が思い出せないということが最近多くなってきた。これってもしかして認知症の初期症状かも、なんて心配する人もいますが、これは健忘といって、字のごとく健康の健に忘れること。物忘れが多くなってくるのは正常な脳の老化と言われています。ですが老化だから仕方ないと諦めないでください。トレーニング次第で脳の機能を向上、維持することができます。今日は日常生活の中で簡単にできる脳のトレーニング、脳を若返らせるマジックセブンという方法をご紹介したいと思います。マジックセブン、特に難しい方法ではありません。これは日常生活で何かを始める前に7つの必要なものを思い浮かべます。そしてそのものの名前を言葉に出して言うだけです。例えば料理を始める前、今夜の晩ご飯はカレーにしようと思って、あなたは台所で料理を始めようとしています。その時、カレーの材料は何ですか？7つ挙げて声に出して答えてくださいと自分に問いかけます。1、牛肉。2、玉ねぎ。3、人参。4、じゃがいも。5、バター。6、カレーのルー。7、お水。いかがですか？この7つの材料をスラスラと言えることができるでしょうか？料理以外でも、例えば外出するときに持っていく7つのものを声に出して言ってみる。普段から何かを始める前に必要なものの名前を7つ思い浮かべてみる。そして言葉に出して言ってみる。あまり堅苦しく考えないで、楽しみながらゲーム感覚でやってもいいですよね。脳のアンチエイジング、私も早速始めてみたいと思っています。以上、生き生きヒントのコーナーでした。5月5日火曜日、子どもの日、ハグザライフ、命を抱きしめよう。お相手は相浦弥生です。さあそれでは最後の曲、そして先週のイントロクイズです。皆さんお分かりになりましたか？先ほどからもお便りコーナーにメッセージを寄せてくださっている北野虎吉さんから、北海道からクイズの答えが届きました。弥生さんこんばんは、北野虎吉です。今日も残業を早めに切り上げ、8時からの再放送を聞きました。
実は今とっても忙しいのですが、仕事は部下に任せて帰ってきました笑い、と書いてあります。早速ですが、ビートルズのイントロクイズ、わかりましたよ。答えは When I'm 64ですね。タイトルに数字が入っていると言われたので、すぐ浮かんだのが8 days a week だと思ったら違いましたね。サージェントペパーズの中の曲ですよね。 LP 持っていたはずです。しばらく聴いていませんが、と。そうなんですね。北野寅吉さん、そう、浜野バタヤンと北野寅吉さんが一緒になっちゃう、この頃いいですよね。浜野バタヤン、北野寅吉、皆さん最高だと思いませんか。さあ、第3の何々の何々さん、ぜひとも名乗り上げてくださいね。また違う自分をそこで皆様発揮できるのではないでしょうかね。肩書きではない、お仕事上の肩書きではない、嫁としての私ではない、新たな私をどうぞこのお便りコーナー、ね、リクエストなどで炸裂させてください。さあ、北野寅吉さんからのメッセージ続けます。メールをお読みいただき、リクエストもかけていただき恐縮です。本当に良い曲はいつ聴いても良いですよね。ありがとうございました、といただきました。お母さんのことも本当にたくさん書いてくださる北野寅吉さん、それに対して良いジャイアンさんがまたメッセージを寄せてくださりと、お便りコーナーも本当に皆様の縦の糸と横の糸が絡み合って、そして一枚の布を作っている、そんな感じがしています。さあ、それではイントロクイズの答え、全曲聴いていただきますね。ポール・マッカートニーが16歳の時に作り始めたデキシーランドスタイルのナンバーです。父親が64歳になった時、それが1966年なんですが、サビを入れて完成させたそうです。3本のクラリネットも印象的です。さあ、イントロクイズの答え、そうそうそう、分かってたって思ってらっしゃる方もいるかもしれませんね。ザ・ビートルズ When I'm 64、 お届けしました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組を支え続けてくださる4社の皆様をご紹介します。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。以上、4社の提供でお送りしました。それではまた皆様、来週までお元気で。さようなら。お相手は相浦弥生でした。